またつまらぬものを切ってしまった。何それ。いや、最近映画の主人公になりきって演技するのにハマってるんだよね。そうなんだ。他にもやりたい役とかあるの？悲劇のヒロイン役とか。悲劇のヒロインか。ゆずには似合わないかな。みんなが助かるなら私なんかどうなったっていい。私はみんなを救いたいんだ。白真の演技だね。ねえ白、シャッタードシラバスには保管庫があるんだよね。そうそう、中には大量のインゴットやレアアイテムがあるんだよ。開けてみたい。そう言うと思ったよ。保管庫を狙ってきてみたら先客がいたのね。大したことはなさそうな奴らだけど、2対1では分が悪いわね。ここは奴らを利用させてもらいましょうか。すみません。君は？私はハイワイヤーと申します。先ほどの戦いお見事でした。ありがとう。僕らに何か用ですか？このシャッタードスラブスに保管庫があるのは知っていますか？ちょうどその話をしていたところですよ。実は私には病気の母がいまして、治療を受けるためにはたくさんのインゴットが必要なんです。そっか、それで君は保管庫を開けに来たってことだね。保管庫に入るにはカードキーが必要ですが、手に入れるためにはボスのハイカードを倒さなければなりません。でも私一人では難しくて、お願いです、助けていただけませんか？ハク、助けてあげよう。うん、そうだね、協力するよ。ありがとうございます。バカね。よし、ハイカードが現れたぞ。みんな戦闘準備はいいか？バッチコーイ。僕がヘビスナで後ろのワイルドカードを抜いたら一気に攻めよう。よし、カードキーはゲットしたよ。開けに行こう。この端末でカードキーを使えば保管庫は開くんだ。ユズ、やってみる？ユズ、動くな。ハイワイヤー、何のつもりだ？そのカードキー渡してもらおうか。僕たちを騙したんだな。最初からこうするつもりだったのか。この子を助けたかったら、おとなしく言うことを聞きな。全部嘘だったの？じゃあ病気のお母さんはいないの？っていうか両親の顔すら知らないんだよ。私はね、ずっと一人で生きてきたんだ。だからってこんなこと許されないぞ。ハイワイヤー、その気持ちわかるよ。同情なんかいらない、欲しいのはそのカードキーだよ。さっさと渡しな。ユズ、悪党の交換材料になるくらいなら死んだ方がマシだ。悲劇のヒロイン気取りかい？そういえば悲劇のヒロイン役をやりたいって言ってたな。ちょっとだけ付き合おうかな。ユズ、自分の命を無駄にするな。二人とも感動的ね。私はどうせ AI なんだ。人間よりも価値の低い存在なんだ。私の命は人間よりも軽いんだ。だいたい最初はレーザースキンを使用する天然武器都市の設定だったのに、気づいたら新武器が出るたびに使ってみたいとか言って島を吹っ飛ばす旗迷惑な AI にされてたんだ。私なんか生まれてこなければよかったんだよ。僕だってそうさ、最初はハッシュスキンを操作するハッカーの役だったのに、いつの間にか僕自身がハッシュになっていたんだ。視聴者からは、ハッシュは女スキンなのにどうして男の声なんですか？って容赦なく突っ込まれた。ジェンダーレスの時代はいつ来るんだよ。さっきから何を言ってるの？あなたたち AI なの？そうさ、
僕は人間の体を持っているが、脳は AI の信号で動いている。こんな設定でも、僕は受け入れなきゃならない。真実を知ってがっかりした視聴者だっていたんだぞ。顔さらした後で人気がなくなる実況者と同じだ。僕に存在価値なんてないんだ。わけわからないから、いい加減にして。ハイワイヤーの言う通りだ。いい加減やめようよ、この悲劇のヒロインごっこ。もう終わり？楽しかったのに。ふざけないで。本当に撃つわよ。ゆず、そろそろ本気出していいよ。よし、わかった。明日から本気出す。ダメ人間の発想じゃん。しょうがないな。さて、保管庫を開けようか。ワクワク。あれ？なんか荒らされてない？そうか、トイレ NPC だ。トイレ NPC？ 確率で叫べから発生するトイレ NPC。 そのトイレは島のどこかにある別のトイレとランダムでつながる。今回はトイレ NPC が保管庫内のトイレとつながったことで、僕たちより先に保管庫に入れたやつがいるんだ。じゃあこっちからトイレに入って追いかけてお宝を取り返そうよ。いや、それは危険だ。トイレワープした先で僕らが出てくるのを待ち伏せしている可能性がある。じゃあさっき気絶させたハイワイヤーをトイレに流してみようよ。キルログ見てやられたら落ちってことで。うわ、鬼畜だ。そういえばハク、さっきの話だけど。さっきの話？ハク、人間ってさ、手が義手でも足が義足だったとしても、それは人間だよね。だったら脳みそを持ってるハクは人間だよ。あれ？また悲劇のヒロインごっこ？じゃあ悲劇のヒロインごっこ終わりー。ゆず、そろそろ浮き島が出る頃だよ。どうする？もちろんオバークロックバルスライフル取って一塁ゲットじゃ。よし、行くか。作戦失敗ね。ん？何これ？スラップジュースと手紙。ハイワイヤーへ、電撃食らわせてごめんなさい。お詫びにスラップジュースをどうぞ。私もお父さんとお母さんがいないので、ハイワイヤーの気持ちがわかります。いつかハイワイヤーにも素敵な出会いがありますように。ゆず、何が素敵な出会いだ。くだらないね。本当くだらないんだから。 PS、 スラープジュースには毒とか青酸カリは入っていないので安心してください。いや、それ書かれたら逆に怖いよ。音当てクイズ。これは何の音でしょうか？